ラウール、ブラマヨへ、ほぼスノーマンですね。意外な共通点明らかに。スノーマンのラウールと女優の出口夏希が、8月10日に放送されるカンテレ系、ブラマヨ、午後1時から1時59分、関西ローカルに初出演する。今回は、ブラマヨ、グルメ裏検定ハンバーグ編、と題し老若男女に愛される、ハンバーグにまつわる様々な情報をクイズ形式で学ぶ。オープニングでラウールは、MC のブラックマヨネーズ吉田隆から、俺、実はラウールくんと誕生日。と話を振られると、同じなんですよねと意気投合。すると、同じく MC のブラックマヨネーズ小杉隆一が、それで言うと俺は、スノーマンメンバーの、佐久間、大輔、くんと同じと意外な共通点を明かし、これには一同もびっくり。ラウールは、ブラマヨは、ほぼスノーマンですねとコメントし、スタジオを笑わせた。一方の出口は、今回のテーマ、ハンバーグ、について聞かれると、ハンバーグ好きですとコメントするも少し緊張気味の様子、なんでそんなおどおどしてるん、わら、と吉田に突っ込まれ、ラウールと二人揃って、大阪の圧がわら、とお茶目に返す場面も見られた。